夜明けまでに妻女さんを攻め落とし、剣心を八幡原に誘い出すのだ。若、夜は周囲の状況が見えぬなど、昼間の戦とは勝手が違いますぞ。上杉の偵察兵だな。砦に我らのことを知らされては困る。敵襲！武田の奇襲だ！バカ、戦の終わりには定められた時刻というのがございますぞ。承知の上だ。時を逸しては大事をなせぬ。戦の潮目を読み誤らぬようにせねばな。妻女さんに陣取る剣心を我ら別動隊が攻撃、そうすれば敵は必ず山を下る。そこを山裾の八幡原に布陣した信玄公を率いる本隊とで攻撃する。それが軍師山本勘助様が立てられた此度の策だ。キツツキが木を叩いて虫を出せよ。なるほど、それでキツツキ戦法。偵察兵がいるな。この奥が最後の砦であろうが、いささか脆すぎる。これは親方様が危うい。急ぎ本陣に戻るぞ。勝利条件変更。開門。若、高坂様にご報告を。それでは間に合わん。特殊な兵が襲ってきます。お気をつけくだされ。忍びは見つけ次第倒すのだ。妨害を受ければ後続の進軍が遅れる。ここまではたやすい。全軍に通達、警戒を厳にせよ。これでお味方の進軍も速やかに行えますな。ここまではたやすい。
ではないが、武田に信濃を追われた屈辱忘れはせぬ。怒りに任せて策もなしに攻め寄せる。だからお前は敗れる。とかく外までは耐えやすい。無働きなど自慢にならぬ。無働きなど自慢にならぬ。開門。そこかし。剣士、俺のうちに山を降りていたというのか。頭突き戦法、読まれていたか。本陣を上杉謙信が急襲。親方様が応戦しております。完全に裏をかかれたな。だが親方様はやらせん。親方様のもとへは行かせるぞ謙信。ここで援軍とはありがたいの。さすが父上、親方様の護衛をお任せしてよかった。さすが謙信公の読みは正確。ここで待ち伏せして当たりだった。お前がしんがりかならば謙信は近いな。シリアの深いもののふじだね。開門。謙信の私服の邪魔はさせません。敵衆討ち取った。山本勘助様、上杉軍の猛攻に苦戦。謙信がこれを宿敵との特別の時、邪魔をするものではありません。あいにく戦を楽しむ風流はない。薄いは承知。押しと山形正影様、防戦一方。親方様の救援に向かうことできず。良い覚悟を持っているようです。許しましょう。開門。敵将、打ち取った。お楽しみのところ申し訳ございません。なんの良い趣向じゃったよ。さて
正念場じゃな。